ございます。ミクロバとコーヒーの時間となりました。はい、感謝いたします。ちょっとコーヒーを飲みます。ちょっとはい、ちょっと時間が6時を過ぎました。5分早いですけど6時過ぎましたですね。ちょっとまだ首が痛いですね。むち打ちじゃないですけど、ちょっと、ちょっとはい、湿度が、80切ってますね。28度、どこか肩から来てるかな、首。昨日はちょっと昨日仕事ちょっと肉体仕事したので少しはい、もうすぐにあちこちに来ますね。体は正直ですね。はい、はい、ちょっと鼻もまだ、完全には治ってませんけど、では御言葉に行きます。はい、最初にはい、伝道者の書5章の19節、失礼しました。もう実に神は全ての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。伝道者の書5章の19節。はい、感謝いたします。神様が与えてくださったものがあります。許してくださるものがあります。私たちが喜ぶようにして、喜ぶようにしていただいてくださることもあります。それはすべて神様から人間へのプレゼントなのです。そしてもう一つ、何よりも最高のプレゼントは何と言っても救い主イエス・キリストなのです。今日の祈り、天の神様、あなたからの賜物によって私は生かされています。力いっぱい感謝を捧げます。アーメンですね。はい、感謝いたします。はい、それと素敵な、教会の安心セイク。はい、近くこれかな。はい、箴言16章の9節、人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。箴言16章の9節。はい、感謝いたします。ちょっと一息、コーヒーを朝から、まだまだ今日は5時20分ですね。まだ1時間ないんだけど、だいぶ起きて30分以上経ちますね。はい、まだちょっと朝が弱いですね。はい、それとこの素敵な、裏には英語版があります。先に英語版ですね。1 Peter 2 Dick 大きな国に帰る、Like newborn babies create pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. 1 Peter 2 andand two かな、2 and two。 はい、ペテロの手紙第1の2章の2節、生まれたばかりの血の巫女のように純粋な御言葉の、父を慕い求めなさい。ペテロの手紙第1の2章の2節。はあ、ちょうどあくびが3回出ますね。はい、最後に英語をチャレンジしていきたいと思います。1 Peter 2 and 2 Look newborn babies crave clear spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. 1 Peter 2 はい、サンキュー。なかなか英語は読むのは難しいですね。今日も言葉の3つを紹介しました。ありがとう、感謝いたします。アーメンです。はい、はい、ではコーヒーを飲みながらお別れしていきたいと思います。今日も一日、人と共に、また御子と共に歩むものとなさせてください。まあ、いろいろな弱さ、失敗、自分の力なさ思いますけど、パウロが、弱さのうちに神様の力が現れる、その土の器ですね。私は土の器ですので、
主に栄光、自分が全面、自分がでじゃなくて神様に頼るというか神様にとって変わるという、を覚えて、私のうちに住んでおられる父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、この三位一体の神様、神の宮と共に御霊聖霊と共に歩む幸いを覚えていきたいと思います。はい、もう恵みますけど、主と共に歩む幸いを覚えていきたいと思います。マサトです。はい、今日も一日主と共に歩みましょう。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録。うん、YouTube 登録。また聖書、いいね、チャンス、もうちょっと。マサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集しています。ちょっと今日は、まだまだ体調が十分でないですね。はい。聖書を学びたいというお友達も募集しています。次回の、御言葉とコーヒーでお会いいたしましょう。マサトでした。仕上げのパッションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。